フィリピンの文化についてまた質問が来てますね。アルカンタラとか、あとアイドル、アニメとかですね、この辺ですね。アニメは結構、日本のアニメ入ってドラえもんしてたり、ドラえもんのフェイクみたいなのがあったりとか、結構著作権無視で使われたりして結構面白かったりするんですけども、あとアニメは、ボルテス5とか有名ですよね、フィリピンだと。あとアイドルだと、MNL、48とか、当然 AKB をパクったような、インドネシアとかにもあるんですけど、こういうのがあったりします。あと、お酒はビールはですね、グラスに、氷を入れて飲む、南国スタイルですね。バロットっていう珍味、有精卵をふかして、茹でたやつなんですけど、気持ち悪くて日本人ほとんど食べれないと思います。全滅ですね。NISA についてもご質問